設計文字法とは、設計文字で記された、各種法典を指す言葉、古代の中東で広く使用された。制定、施行していた民族には、シュメール、バビロニア、アシリア、エラム、フルリ、カッシート、および、ヒッタイトが含まれる。ハンムラビ法典は、設計文字法の中で、最もよく知られているが、それに先行するいくつかの法典があった。 いくつかの異なる都市や王国で定められたが、これらの初期の方には多くの点で共通する定型がある。普通は法律の条文以外に全文と欠文の両方がある。全文では法典を制定する目的を説明し、神の権威を示し、人々にそれらに従うように命じる。法の制定者が王子であろうと王であろうと、 常に統治者の名のもとに制定され交付されており、立法機関の産物であるようには見えない。欠文は法を破った場合に、神々から与えられる呪いが衝述され、法の堅持を求めるものとなっている。これらの法典の多くは、部分的にしか残っていないが、それでもかなり明確な図式が読み取れ、紀元前3、2、千0 0 0年期の統治者が、社会のどのような問題を重視していたかを知ることが、 できる。現代の方とは異なり、設計文字法はその分野に対する普遍的な原則を提示していない。条文は通常、例、または先例として機能することを意図した特定の、もし、ならば、するという形の事例集として構成されている。犯罪への刑罰は法典ごとに異なるが、全てが同外報復を規定しているわけではない。 例えば、ウルナム法典では、ある人が別の人の目を潰した場合、彼は半ナの重さの義務を払うのような罰金での解決も規定されている。これらの条文の事例は、必ずしも規則性を持って並んでいるようには見えないが、これは、それらが現行法であった時代とは異なり、現代ではそれらを適切に解釈できていない結果で、ある可能性がある。設計文字法は一般に、 あとの中東法とは別に分類され、聖書とユダヤ法の前身とみなされてきた。設計文字法を用いた中東の諸民族は一般的にすべて互いに交流があり、同じような文化を発展させてきた。設計文字であるアッカド語は地域全体で使われ、さらにアマルナ時代には外交的なコミュニケーションのためにエジプトでも使用されていた。ありがとうございます。